どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは大阪のグルメです。今回はこちらのお店にお邪魔いたしまして、美味しいお肉ランチを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介するこちらのお店は和牛焼肉モーさんと言います。梅田エリアに位置していて、商店街の中にあるコスパのいい焼肉屋さんでございます。こちらのお店では新鮮で上質な和牛を安くいただけますので、デートやさらには会社の宴会などにも使い勝手が良さそうです。そしてこちらのお店のおすすめランチはご覧の通りのメニューとなっております。今回はこちらの中からこの和牛肉まぶしを注文をいたしました。お好きな出汁と薬味でいただくこちらの肉まぶし、一体どんな味がするんでしょうか。楽しみです。さて、注文しました和牛肉まぶしが運ばれてきました。まずはそのビジュアルに注目していただきたいです。ミディアムレアのピンク色のビジュアルはとてもいい感じで美味しそうです。まずはこちらのお肉の一切れをいただいていきます。一口いただきましたけれども、一噛み一噛みするごとにお肉の旨味がじゅわーっと口の中に広がる感じがとてもたまらなくいいですね。そして白いご飯と一緒に食べていただいても美味しいです。こちらのお肉につけられているこの甘辛のタレも絶妙にマッチしていて美味しいです。薬味と一緒にいただいてみると、これまた違った味の変化を楽しんでいただけるかと思います。そして3杯目はその薬味たちと一緒にこのお出汁をかけてお茶漬けにしていただいていきます。お茶漬けにして一口いただいていきます。するとやっぱりこのさっぱりとした感じがとてもいいですね。お出汁の旨味、さらには肉の旨味が融合していてとても美味しい一品になっています。やはりこういったひつまぶしは味の変化を楽しめるのもひつまぶしの良さの一つだと思います。一度に4つも味の変化を楽しんでいただけるのはまさにひつまぶしの魅力の一つだと思います。これらのクオリティと楽しみ方でお値段が1800円台というのは非常に良心的な価格だと思います。今回は梅田エリアにあります良心的なランチを提供しているモーさんに足を運ばさせていただきまして、美味しいお肉のランチをいただきました。もちろん今回紹介した和牛ひつまぶしを食べていただきたいんですけれども、それ以外のメニューも用意されておりますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理を紹介していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!